コスモス140号は、1967年に打ち上げられたソビエト連邦の宇宙船。ソユーズ宇宙船の3回目の無人主権飛行で、ソユーズ1号の有人打ち上げ前に行われた最後の無人飛行である。宇宙船は、姿勢制御システムに異常をきたしたながらも、地上へ帰還したが、耐熱シールドに問題が生じ、次の打ち上げに向けて設計が修正された。 ソユーズ宇宙船の最初の試験飛行は、コスモス133号という名前で行われたが、その結果、宇宙船は、多くの欠陥を抱えていることが露呈した。2期目は、ロケットの異常で打ち上げに失敗した。有人飛行へ向けての試験飛行は、まだ不十分で、3期目も、無人で打ち上げることが決定された。1967年2月7日、 コスモス140号は、バイコヌール中基地からソユーズ 11A511 11ロケットによって打ち上げられ、予定通り地球周回軌道に投入された。しかし直後に、姿勢制御装置が故障し、電力不足にも陥った。状況は、コスモス133号の時ほど深刻ではなく、姿勢制御が完全に失われるには至らなかった。2月9日に、 コスモス140号は予定を切り上げて逆噴射ロケットを点火し地球周回軌道を離脱した。しかし制御装置の故障によりカプセルは計画より急な角度の弾道を突入状態で大気圏突入を始めた。カプセルは予定地点から5 0 0トルも手前にそれ凍結したアラル海に落下した。高温になっていたカプセルは氷を溶かして水中に 落下し、そのまま10メートルの海底に沈んでしまった。カプセルを引き上げて調査した結果、大気圏突入の際に、耐熱シールドに設置されていた30センチメートルの点検用の穴が焼け落ちており、船内の気圧も低下していたことが判明した。このトラブルを受けてこのプラグは廃止された。試験は成功とは言い難かったが、下された評価は楽観的なものだった。 耐熱シールドの問題は設計変更によって解決済みとされ、それ以外のトラブルも乗員の適切な対処で対応可能とされた。その結果、次回のソユーズの打ち上げは友人で行うことが決定した。この飛行はソユーズ1号と名付けられたが、機動投入直後から故障が頻発し、最終的には機関パラシュートが開かずに、 コマロフ宇宙飛行士が死亡する3時になった。ありがとうございます。